中日コロンビア共和国大使館は東京都品川区上大崎にあるコロンビア共和国の大使館である。コロンビア大使館表札コロンビア大使、皇帝隣接するコロンビアコーヒー生産者連合会現在の特命全権大使はサンティアゴ・パルドである。2019年5月20日の皇居での新任情報提式を経て正式に着任した。 東京の中日コロンビア共和国大使館は日本におけるコロンビア政府の主要代表機関であり日本でのコロンビア情報提供のために活動しているコロンビアとの文化交流の促進などを図るために名古屋市中区に在名古屋コロンビア共和国名余領時間や神戸市中央区に在神戸コロンビア共和国名余領時間を置いている東大使館は メグロ駅から近い住宅街の一角に所在し、大使館敷地内には日本式住居が併設されている。2015年8月12日に臨時に開催された第81回全国コーヒー生産者議会において、ロベルト・ベレス大使はコロンビアコーヒー生産者連合会の CEO に就任している。2016年10月28日にフアン・マヌエル・サントス大統領の ノーベル平和賞受賞に対して、ガブリエル・ドケ大使は、日本記者クラブによる記者会見に応じている。中日コロンビア大使の新任情報廷、外務省、FNC の新総裁に、ロベルト・ベレス氏が就任。コロンビアコーヒー生産者連合会。http a m i b r o j p コロンビアコーヒージャパン。 エントリー -120 億6133万 1702HTML2015 年8月13日、閲覧。中日大使、ガブリエル受ケ10回ホール。日本記者クラブ。 http://www.jnpc.or.jp コロンススララッッシシュュスラッシュアクティビティーズスラッシュニューススラッシュレポートスラッシュ2016スラッシュ10スラッシュ R00034311 スラッシュ2016年10月28日閲覧ありがとうございます。